続いてはインフラ分野の脱炭素化、施工効率化をテーマに研究発表していただきます。タイトルは混和材大量使用締め固めを必要とする高流動コンクリートの開発です。発表者は東京理科大学教授加藤義隆様です。それでは加藤様、よろしくお願いいたします。ご紹介どうもありがとうございます。東京理科大学の加藤でございます。よろしくお願いします。まあ、全般的にこう民間 の楽しそうな技術の発表の中で、まあ、ちょっと地味で皆さんのあんまり興味がもしかしたらないかもしれませんけど、今国土交通省関東地層整備局課さんから令和4年度から3カ年のプロジェクトということで、助成いただいているところの、まあ、今年最終年度なんですけども、まあ、こういったタイプのコンクリートを、まあ、検討しております。で、私理科大の加藤ですけども、旧建設さんと、まあ、共同で開発させているもらっていることの内容を、まあ、言葉借りてご紹介させていただければと思っております。はい。まあ、このコンクリート、まあ、基本的には既存 の技術 の、まあ、2つあるものの、まあ、統合してまあ、最近 の低炭素化であったりとか施工の合理化、まあ、精査施工上に対応できるタイプのコンクリートというものをコンセプトとしてやっています。で、まあ、ご承知の通り、2030年度には 46% CO2 削減しなければいけない。もうたった6年しかない。もう明日にでも、まあ、こういった対応をしていかなければいけないとなると、まあ、まずは我々が普通に使っているような材料を使いながら低炭素化を目指していくということが、まあ、極めて重要であると思っています。で、まあ、それに当たるのが、まあ、左側の混和材大量コンクリートというものですけど、まあ、例えばコールスラグビー粉末を、まあ、非常に多く入れるというようなタイプのコンクリートでございます。で、当然、コールスラグビー粉末を大量に入れますとCO2 の材料由来の CO2 排出量を削減できるわけですけども、通常我々が使っている、まあ、セメントと比べますと、まあ、当然強度が出にくくなりますので、まあ、予備強度を求められる上では、まあ、水セメント比が小さくならざるを得ないというようなことが、まあ、特徴です。で、ただしこの水セメント比が小さくなるというのは、まあ、スランプコンクリートだとちょっとデメリットかもしれませんけど、水セメント比が小さくなって、まあ、粘性が、まあ、ちょっとコンクリートが粘りっこくなるってなると、まあ、右側のタイプの今度はこう流動性をスランプではなくてスランプフローって、まあ、流れていくようなタイプのコンクリートで、コンクリート鋼を合理化しようというような技術が右側なんですけども、やっぱり柔らかくするとどうしても材料分離してしまうというのが懸念されるわけなんですけど、まあ、そういった時に、水セメント比が小さくて粘りっこいコンクリートのタイプになっていると、まあ、分離がしにくくなるということになります。ってなってくると、この両方をこ うまいこと使っていくと、まあ、低炭素化も実現でき、コンクリート鋼 の、まあ、施工の合理化っていうところに、まあ、たどり着けるかなというところを、まあ、ターゲットとして、研究開発をしているものです。ですので、まあ、コンセプトとしては極めてシンプルでございます。で、まあ、先ほどご紹介させていただいたように、こう3カ年の計画で、まあ、やらせていただいていて、まあ、土木の、まあ、一般汎用的に使われる予備強度レベル24ニュートン27ニュートンぐらいのもので、まあ、あくまでもスランプではなくてスランプフローで管理するタイプの、まあ、コンクリートで、まあ、混和材をなるべくいっぱい入れましょうというようなタイプのコンクリートを検討してございます。で、まあ、研究開発となりますので、まあ、最初はちょっと地道な基礎物性 のデータを取りながら、まあ、こういったものを皆様にも使っていただけるような配合設計、まだちょっと今年度最終なので、まあ、最終成果を今日ご発表ご紹介できるわけではなくて、あくまでも途中経過になりますので、まあ、このコンクリートがどんなようなものかということを、まあ、最初基礎的な物性をご紹介させていただいて、このプロジェクトの中で、まあ、主にこう施工性に関する話ですけども、まあ、少しこう実構造物レベルのものを模擬したもので、施工がどれだけ合理化しているのかというところを2つ目にご紹介させていただきます。で、まあ、最後簡単ですけども、まあ、そういった施工の合理化をしたところ時のコストとか、まあ、CO2 の排出に関わるコストというものを試算した結果をご紹介させていただいて、まあ、25分で終了したいと思ってございます。で、まず基礎物性の話、ちょっと表見づらくて恐縮なんですけども、
予備強度レベル24ニュートン、27ニュートン、30ニュートンレベルのコンクリートを、まあ、通常のセメント、ベースで作ったものが、まあ、上の3つです。で、コーロスラグビー粉末を 70% 置換したタイプ、80% 置換したタイプです。で、まあ、それぞれ、その流動性が高くても材料分離をしないフレッシュ成長を確保しているっていうところの配合になってございます。で、まあ、見ていただきたいのは、まあね、やはり流動性を高めていくと、まあ、ある程度やっぱ単位水量が増えていくっていうのは致し方がない、配合上致し方がないんですけども、普通のセメントポルトランドセメントベースでいうと、まあ、やっぱ単位水量が175を超えてしまう。もちろん、特殊な化学混和剤を使うことで単位水量を下げつつ確保するっていう手段もありますけども、今回は、まあ、通常使っている AE 剤と SP を使っているというところでございます。まあ、ただ一方で、まあ、スラグ高置換になっていくと、先ほど冒頭で説明させていただきましたが、水セメント比が予備強度レベル、同等の予備強度レベルを得るためには小さくせざるを得ないので、まあ、結果として単位水量も下げることができるというような、まあ、こんな形で、まあ、こういったのを見ていただいても、混和剤大量 を使う場合にはこう流動性の高いフロータイプのコンクリートとマッチしているというところがご理解いただけるかなというふうに思っています。で、まあ、当然CO2 排出量削減狙ってますので、これはあくまでも材料由来ですので、輸送とかっていうものは考慮してませんけど、CO2 排出量を考えると、まあ、右側の方が分かりやすいと思いますけど、まあ、従来のセメントに比べて60% から 70% の削減が、まあ、実現できるというようなところでございます。で、まあ、強度弾性係数については当然予備強度で合わせてますので、まあ、それぞれ申し分ない結果を、まあ、得られているというところでございます。で、まあ、こういったスラグをまた大量に入れてくると、やっぱり乾燥収縮によるひび割れっていうのが気になってくるところで、まあ、左側が質量変化で、まあ、ちょっと、予備強度レベルではあんまり差がなくて、まあ、使ってる材料でちょっと多少の違いがあるというレベルですけども、まあ、黒いのが普通のセメントで、赤いものが、70% 置換、80% 置換が青いものです。で、 70% 80% には大きな違いがないんですけども、まあ、質量の変化はしにくいんですけど、若干長期的な長さ変化はちょっとダラダラと伸びているというようなところがございまして、まあ、これについてはこの後もちょっと継続的に測定をしていかなければいけないですが、やっぱり少し収縮しやすいという特性があるかもしれません。で、まあ、続いて、まあ、耐久性的な話ですけども、耐久中の CO2 との反応によって進んでいく中性化でございますけども、まあ、コーロスラグビー粉末を用いると中性化進行しやすいと言われています。で、まあ、当然置換率高まれば、まあ、これも当然そういった形で置換率増加し、中性化速度係数が速くなります。まあ、ただこれ後ほどご紹介しますけども、まあ、そもそも腐食を中性化なんでいけないかで、鉄筋コンクリート構造物中の中の鉄が錆びる可能性が上がるだけなので、まあ、錆びなければ中性化してくれるってことは、逆に言うと大気中の CO2 を吸収している、コンクリートが CO2 の吸収源になるという形のメリットとして活用することも可能になってまいります。で、まあ、そういった中で腐食ってことを気になりますと、まあ、中性化したとしてもその後に水と酸素の供給が活発に起きるか起きないかってことが極めて重要になってくるんですけども、まあ、こちらこう乾燥のしやすさで、ちょっとプロットを無視していただければと思いますが、こう棒グラフが水の入りやすさなんですけども、まあ、スラグを高置換すると、まあ、乾燥しにくくて水が入りにくいってことは、中性化はするんだけども鉄の腐食に必要な水と酸素の供給っていう面でいうと、まあ、抑制気味にあるというような特徴があるということが分かってまいりました。で、まあ、こういったものをそうちょっと今年度中にまとめて、まあ、実際にこう設計する上でのこうコンクリートとしての配合設計の方法ということを、まあ、今後まとめていければなというふうな形で思っております。はい、ちょっと駆け足で基本的なことをご紹介させていただきましたけども、まあ、もう少しこうリアルな方が聞いていてもいいのかなと思うので、ここからは実構造物を模擬した実験、まあ、主にはこう施工性がどれだけ上がるのかっていうことについて、まあ、2パターンについて検討を進めました。で、1つはまあカビ部材のもので、まあ、こういった形の
サイズのもので、まあ、そんなにこう背筋がすごい密なわけではなくて、まあ、汎用的な背筋、まあ、ちょっと背筋の量あの左右で変えてございますけども、まあこういったものを東急さんの技研のサイトで、検討させていただいたところでございます。で、まあ、検討したのは基本的にはあの我々の開発の目的であるスランプフロー45センチを、まあ、従来通りのセメント 100% のものスラグ 70% 置換 80% 置換という3タイプと、まあ、あと比較としてスランプ12センチの、ポルトランドセメント 100% のものというものの、まあ、合わせて4パターンについて、比較検討をさせていただいたところでございます。で先ほどあの配合コンクリートの配合をご紹介させていただきましたけども、あれあくまでも私のこう理科大の実験室レベルでやってる話です。で、まあ、ただあの今回一応あの壁部材ぐらい打ちますので、まあ、実験室でこう製造するというのはなかなか難しいので、まあ、これ実際に、東急さんのそばの生コンプラント屋さんにご協力いただいて実施していただきました。まあ、ですので、骨材が、まあ、品質が、まあ、違うわけなんですけども、あのそれぞれ、セメント 100% スラグ 70% 80% ですけども、まあ、同じような配合になってやっぱりこう OPC、ポルトランドセメント 100% ですと、まあ、単位数量ちょっと大きめにならざるを得ないというのが、まあ、実際のプラントの材料を使っても、まあ、で実機で練ったとしてもそういった結果が得られました。でまあ、それぞれ3パターンちょっとどれもこれもなかなかちょっと区別つきにくいかもしれませんけど、まあ、スランプフローの形状変化という観点でいうとほとんどないですし、まあ、予備強度、強度については予備強度で合わせて 水セメント比決めてございますので、まあ、強度レベルとしては申し分ないものを得られたというところでございます。で、まあ、ちょっと動画も撮ってますが、まあ、動画ちょっとやや見にくいのでちょっとここではご省略をさせていただきますけども、ざっくり先ほど言ったようにこう従来のスランプ12センチに対して、まあ、スランプフロー45のタイプのコンクリートにした時に、まあ、どれだけ合理化できるのかっていうところをあの検討したものでございます。まあ、本来はこうあの一パーティーの人数、実際の現場とかだと、打設と締め固めにおけるこうワンパーティーの人数を減らすとかっていうこともあり得るのかもしれませんけども、まあ、今回はあくまでちょっと壁部材で、まあ、その場というところもあるので、人員としてはまあ変えずに、まあ、どれだけ早くあの打ち込み締め固めができますかっていうようなところをベースにあの試算をあの 実測した結果をまとめさせていただいてございます。で、ですので、下の3パターン、ありますけども、まあ、基本的には同じく流動性という意味では3パターン全く同じで、まあ、単に使っている材料が違うということですので、まあ、これらの違いはまあまああの誤差範囲ということでございますけども、まあ、3回やっても大体おおむね同じような形で、まあ、打ち込みの削減であったり締め固めの削減で、まあ、まあトータルとしての延べ時間の削減ということで、まあ、従来のスランプ12センチのタイプのコンクリートに比べると、まあ、50% 以上の時間が削減できるようになりました。でじゃあ出来栄えどうかっていうと、まあ、これ見た目の話ですけども、これまあ従来型のスランプ12センチです。でこれポルトランドセメント 100% の45フロータイプの流動性の高いタイプで、同じく、流動性高いタイプでスラグが 80% 置換 70% 置換というもので、まあ、やっぱスラグ高置換になるとこう真っ白になるので、まあ、外観上は結構多分スラグを高置換した方が、まあ、こういったのこうあの締め固め一生懸命やったところのこう黒ずみみたいなものがあのないので、まあ見た目としてはあの遜色ない、まあ、若干いいぐらいかなというところかと思います。で、まあ、これ同じくちょっともう少しこう品質ということで、表面からこう超音波当てて超音波伝播した速度を比較したもので、同じく、スランプタイプのものがこちらで、フロータイプでポルトランドセメントスラグ 80%70% でございます。で、まあ数値としても当然テストピースと取ったものと品質遜色ないですし、まあ、何よりもこう一番大事なのは全体の面に対して品質変動があるのかないのかってところですけども、まあ、ちょっと細かくてあの見にくいとは思うんですけども、まあ、結論から言うとほとんど品質の変動はありませんでしたというようなものでございます。で同じくこう品質で、まあ、どちらかというとこう物質の移動、表層の透気性というものを測るあの冷や界の測定値があるんですけども、まあ、この辺もまあ同じような結果を得られているところでございます。
でもう一つは、ね、やっぱこう強度ということが関心があろうかと思いますけども、もちろん冷やかいでシュミットハンマーでというところもありますけど、まあ、実際まあこの構造物別に使うわけではなくても廃棄するだけですので、まあ、コアを抜いて、分析をさせています。でちょっと細かいデータは省略しますけども、先ほど打った壁部材に対して、まあ、この丸のところからコアを抜いて、実際普通に作ったテストピースに対して、まあ、どれぐらいの比率にありますかというものをまとめたものでございます。で、まあ、スランプ12センチでフロータイプ45センチでポルトスラグ70%近 80% 近でございます。で若干こう 0.8 から1ぐらいって結構ばらついてんのかなっていうふうに思われるかもしれませんけども、まあ、過去の自己充填性を有する高流動コンクリートも締め固めをしないで勝手にコンクリートが流動していくっていうものがありますけども、まあ、それ極めて均一な素材だというふうに考えられてますけども、まあ、そういうのであってもやっぱ実際の構造体を打つと、まあ、コアの抜く場所とかにもよりますけども、まあこういった感じの範囲で比率ありますので、まあ、そういった自己充填タイプと遜色ないというような品質が確保できているというところで、まあ施工の時間は半分になりますが、まあ、品質としては従来型と遜色ないというような結果を得られているところでございます。で我々実際こう申請した時にはこの壁部材の工事やりますというところで終わってたんですけども、関東地政さんとこうコミュニケーションさせていただく中でやっぱりこういうものは最初にやる時にはなかなかそれで構造部材よりは根固めブロックとかっていうところにまあ適用していくっていうところっていうところをまあご条件いただいて、まあちょっとこれ本当につい先月の末にやったのでちょっと法的な形とご理解いただきたいんですけども、じゃあ根固めブロック作る時も同じく施工性じゃ半分ぐらいになるんですかね、で品質担保できてるんですかねっていうようなところを実際に確認したというところを実施したところでございます。でまあまあこんなタイプのコンクリートを使って、実施したところでございます。で、まあ、ちょっと速報的なので、まあ、ちょっと今後分析すると少し数値もしかすると変更になるかもしれませんが、その辺ちょっとご容赦いただければと思いますけれども、まあ、同じく打ち込み締め固め延べ時間という形で、従来根固めブロック8センチでやられているということなので、まあ、8センチタイプのコンクリートと比較しました。で、まあ、通常当然締め固めするので、スランプフロー45センチのタイプも締め固めをするバージョンと、まあ、結構やっぱり流動性高くて、まあ、見てる限りだと締め固めいらないんじゃないかなと思ったので、ちょっと実験的に締め固めをなしの場合もやってみました。で当然やっぱ締め固めをするものしないもので比べると、まあ、その延べ時間の比率違うんですけども、まあ、いずれにしても 50% 以上の削減はできたので、まあ、壁部材であっても根固めブロックであっても、まあ、50% 以上削減できることができる。ただ根固めブロックみたいな二次製品の場合にこう出す打ち込み時間が短縮できることが製造工程においてどれだけのインパクトがあるのかとかっていうことは実際の何個作るのかとかっていうところと兼ね合いがなってくるので、まあ、その辺についても今後検討を詰めていきたいと思っています。まあ、ただ締め固めなしでいけんじゃないかななんて思ったんですけど、やっぱりちょっと締め固めをもうそもそも締め固めしないといけない、流動性は高いんだけども最低限の締め固めをしなければいけないというタイプのコンクリートなので、締め固めをした方はこういった豆板みたいなのじゃなかったんですけど、やっぱりこう締め固めはしっかりしましょうねっていう結果を得ることができました。でこの根固めブロックやらせていただいて、まあ、非常に良かったなと思うところがこれまあちょっと材料由来のベースの、CO2 の削減量、まあ、50% ぐらいなんですけども、先ほどの壁部材、作ってからまあ1年ぐらい経つので、まあ、それで中性化の進行を、まあ、スコアサンプルから採取して、まあ、それを予測そのベースその速度をベースにして、まあ、根固めブロックに適用して予測をしてみました。でやっぱりこう対根固めブロック形がこう複雑なので大気に触れてる表面積が大きいので、まあ、中性化が進みやすいわけですよね。で一方で根固めブロックの中の鉄筋っていうのはまあそんなに入ってませんし、まあ、その腐食を懸念する必要性はないので、どちらかというとこういうものをまあ大気中の CO2 の吸収源として我々使っていくと、まあ、建設業界としては CO2 を吸収するものを作っているというところでアピールできていくのかなというふうに思ってございます。でまあ、ちょっとこの期間が長いのか短いのか分かりませんけど、まあ、試算すると、まあ、76年ぐらい放置して大気中に
まあ、置いておく、まあ、そんな長いこと置いておかないと思うので、まあ、実際使いながらこうあの CO2 吸収していく。ただ、寝固めブロックの場合はまあ水も供給されるのでもう少しこう時間がかかっていくんだと思いますけれども、まあ、ただ例えばこう100年放っておけばあの自然とそれでカーボンニュートラルになってますよというようなところもあの言えることになるのかなというふうに思ってて、まあ、こういった場所にこういった駒材大量を置換したような、まあ、流動性の高いコンクリートを使っていくってことは、まあ、いろんな意味で合理的なんじゃないかなっていうのはあの学ばせていただいたところでございます。で、まあ、ちょっと駆け足にはなりましたけども、まあ、今のところまとめさせていただくと、まあ、品質としてはほとんど遜色ないようなものが当然作ることができるわけで、ただ中性化の進行は早いんですけども、まあ、それをあのどう活用するのかっていうのがあのこの低炭素が求められている中ではあの大事なことかなというふうに思っているところでございます。でやっぱり決定的に施工時間が半分ぐらいになることっていうのは、まあ、あのメリットかなと思いますし、やはりこう流動性が高いのでなかなかこう数値では表しにくいんですけども、まあ、不具合の発生するリスク、まあ、特にこう未充填ですね。やっぱりコンクリート構造物の場合、現場所の場合は未充填というのが一番最悪な状態ですけど、まあ、ここまで流動性が高いとほぼほぼ未充填なんてありえませんので、まあ、そういったその不具合のリスクをあの削減できるのと、やはり今後こういろんなこう技能者の確保ということが難しくなっていく中で、なるべくその作業をしている方々が楽にあのやっていただくというようなことを考えると、こう流動性を高めたものというのが必要になってくるかなと思っています。で、まあ、最後残り4分ぐらいで、こんなちょっとあの詳細もしご興味があればすいません、ちょっと英語で恐縮ですけど、あの論文ご紹介ご参照いただければと思うんですけども、ちょっとこう CO2 に関する話をもう少しあのさせていただければと思っています。でこれ実際あのこのプロジェクトだとちょっと別で、東急さんが実際に施工された道路橋の下部構を対象に、じゃあこのタイプの今まで作ってきたタイプのコンクリートを使うと CO2 とか施工でどれだけコストが削減できて CO2 を削減できるのかというものを試算してみた結果でございます。で、 ですので、スランプ8センチの、ポルトランドセメントというのは実際に構造物を作ったタイプで、それに対して、まあ、今回、検討しているスランプフロー45センチでスラグ 70% 置換 80% 置換というものでやってます。で当然、力学強度であったり耐久性というのはあのこの設計で与えられているものを満足するようにあの水分対比を設定しているものでございます。でまずコストについてですけども、まあ、皆さんご承知だと思いますけども、まあ、コンクリート工に関するコストだけを取り出してますので、まあ、全体の工事のコストではないというところはご理解いただきたいんですけども、まあ、コストの中でほぼほぼ材料コストが占めることになるので、ここ多少なんですけど、こうあの施工半分になってるって言ってもあんまりそこのコストには響いてこないんだなっていうのをあの、まあ、ちょっと大学にいるとこういうこと疎いので、まあ、こういった試算で学ばせてもらいました。ですので従来のコストベースでいくと、まあ、従来の技術がやっぱり若干ですけども安い、まあ、ただこちらはまあ CO2 排出量ですけど、まあ、CO2 排出量を考えると、まあ、やっぱりこうスラグ高置換使ったものの方がもう圧倒的に小さくなるということ。じゃあこういった時にやっぱもう少しこう低炭素化ってことに前に向かっていくっていうところで、まあ最後のスライドになるんですけども、まあまだまだなかなかこう CO2 排出権取引みたいな概念ない、あの活発にはなってませんけども、まあ日本でも J クレジットとかっていうところがクレジット化されています。でまあこれ世界的な流れでいくと、まあそういうふうにならざるを得なくて、2050年カーボンニュートラルってことを実現する上では相当にこう炭素の価格っていうものが高くなっている可能性がある。で今出されている IMF ですと75ドルですし、 IPCC が出しているものでいうと、まあ、ちょっとざっくり言うとあの平均で460ドル、まあ、それなんでこんな高いかっていうと、それぐらい炭素に対してお金出さない限りは2050年のカーボンニュートラルなんか実現できないよってことなんですね。この価格が高ければ高いほどその実現は相当困難を伴うっていうこと、まあ、ただしそれを裏返すとビジネスチャンスがそこにあるってことですよね。でそのお金換算で、先ほどの CO2 を見てみると、あの例えば IMF の75ドルであればスラグ 70% 置換というのが一番安くなりますし、まあ、仮に460ドルみたいなものすごい高い金でカーボンが取引されるってことになると、
まあ、それが 80% 時間というのがあの大事に、安くなってくるということで、まあ、今後どれだけこう低炭素化があのこの市場の中で扱われるかによって、まあ、こういったものの価値というものがあの認められてくるようになるのかなと思ってますし、まあ、今すぐにでもやっぱ低炭素化というものはあのいろんなフェーズでエネルギー関連だけではなくてやっていかなければいけないと思ってますので、まあ、ぜひこういった技術があの皆さんが使えるような形で、普及できるように技術を整備していければなというふうに思っているところでございます。はい、ちょっと駆け足となりましたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。加藤様どうも